15年前にすき焼きのお豆腐を買いに行ったっきり戻ってこなかった母さん、まさかその原因が蜜剣にあったなんて。子供の頃は随分遠い豆腐屋さんだなとか思ってたけど、でも蜜剣を恨んでもしょうがない。俺たちはウルトラマンである前に港家の男だ。父さんに朝日、家族を守るために戦うんだ。おい勝兄。ん？なんだ？あのシルエット、もしかして。まさか。というか、あなたは、あの怪獣は。失礼。あの子は私と一緒に出てきちゃったみたい。ごめんね。母さん。戻ってきたか、港美代。ええ。お恥ずかしながら。私が行く。ツルちゃん。ホロボロス。逃がすか。
ってきたの。うん、ミシャー、うーたー、ほい、カツミ、イサミ、アサヒ、みんなもただいま。お帰りなさい。なさい。なにこれ、宇宙。俺特製。これは、これで地上のバイブさを変えました。かつみ、こんなに素敵な殿方になっちゃって母さん嬉しいわ。お風呂入りたいわ。アサヒ、はい、一緒に入ろう。え、はい、お風呂、お風呂。俺も行く。また今度にします。水いらずの時、血圧、心拍数、グリコアルブミン値、未だ回復しません。至急食事と睡眠をお取りください。ああ、久々のお風呂気持ちよかった。お母さんとのお風呂なんだかドキドキしちゃいました。推測その1、ウータンと別の人との子供。ああ、でもそんな解消ないか。推測2、ウータンがどこかから引き取った子供。まあそうだったらそういうか。じゃあ推測その3、別の次元から来たウータンと私の子供。どれだと思う？わかりません。朝日ってね、私が女の子につけたかった名前なの。あの時ジャイロなんて見つけてなければ、今頃あなたみたいな子がいるはず。まあどれであれ、私の望みはいつの間にか叶ってたみたいね。あなたの言うハッピーね。お母さん、これからどうぞよろしく。さ、行こっか。お腹減った。今のは、ダーリン。はい。レイラインのケイロズを出せ。了解。レイエネルギーの状態は、地上1300箇所から問題なく戻ってきています。奴らのジャイロが起動できない今、ルーゴサイトを実体化するにはこの力を使うしかない。1300年前、私たち兄弟がルーゴサイトの戦いに敗れ地球上に落下した時、その衝撃で拡散してしまったレイエネルギー、それをせき止め逆流させて元に戻すために、私は世界各地に散ったレイラインの先端に宇宙樹を植えて回った。いいぞ、戻れあの地へ。地球という惑星が持つ力、レイエネルギーよ。この力はまさに超ド級。起爆剤さえあれば地球自ら爆破させられるほどの。その起爆剤というのは？無論この私だ。私の生命エネルギーを投じれば。拡大しろ。はい。巨大生命体が霊エネルギーを吸収し流れを止めています。いまいましい集め、すぐに。みーちゃん、どうしたの？朝っぱらから。おはよう。おはよう。おはようございます。みんな、さあさあ、体操しよう体操。異次元には朝も夜もなかったからさ、太陽の光を浴びて汗流したいじゃない。だからってさ、異次元、その話本当だったんですね。何？詳しく聞かせてよ。
もちろん。いいわよ。15年前のあの日、私はアイゼンテック社からジャイロとクリスタルを持ち去ったの。地球を爆破して宇宙を救うなんていう恐ろしい作戦を阻止するために。私は知らなかった、アイゼン君があんなものを作っていたなんて。そのジャイロ、3つのジャイロは偶然にもあの装置を起動させたの。そこは異次元だった。時間もどう進んでいるのかわからない。すぐに悟ったの、私は帰れないと。でもそこではいろんな時間、いろんな場所の出来事を見ることができた。断片的だけどね。だからずっと見てたの、この15年間みんなのこと。ずっと。そしてあの時、私は激しく後悔した。なぜジャイロを持ち去ったんだろう。子供たちの危険をただ見ているだけなんて耐えられなかった。でもジャイロとクリスタルがあなたたちを救ってくれた。なってくれてありがとう、ウルトラマンに。ウルトラマン？そう、息子が地球を守るヒーローだなんて素敵よね。うん、素敵だねって違う違う。父さん何が何だかさっぱり分かんないよ。父さんごめん。ごめん。心配かけたくなくてあえて言ってなかったんだ。え？知ってた？はい。何それ、じゃあ知らなかったの俺だけ？ただこれから来るルーゴちゃんは少々手強いかもね。どんなやつか知ってるんですか？ルーゴサイト、それはいわば宇宙の白血球。はい、ここで問題です。白血球はどんな働きをする細胞でしょうか？牛尾くん。はい。あ、体の中にあるバイ菌をバーンとこう殺してくれるいいやつ。ほぼ正解。やった。じゃあ地球がバイ菌だと判断されたら？え？宇宙から消滅させられるですか？その通りよ。ルーゴサイトは今なぜか暴走してる。このままだと地球どころか宇宙全体がまずいの。何？何なのそいつ？どうにかしなきゃ。最悪なことにルーゴちゃんは捕獲も攻撃もできないガス状態。覆われたが最後、物質は消滅する。はい、消滅。でも大丈夫、私がちゃんと作戦考えといたから。俺手伝うよ、カツ兄も。わかった。ありがとう。じゃあみつるぎちゃんのジャイロちょっと借りてきて。どうすんだよカツ兄、貸してくれって言って素直に貸してくれる相手じゃねえぞ。そんなことわかってる。じゃあ力つくか。そんなの絶対ダメです。しかしあの二人がウルトラマンだったなんて思いもしなかったよ。そのことに関しては私にも責任がある。その責任はしっかり取るつもりよ。頼もう。やっぱりこんなやり方じゃ無理なんじゃないか？そんなことねえよ、あいつが言ってたんだぜ。人に頼み事をするときは礼を尽くせって。頼
頼もう。目標到達まで5秒前4、3、2、1。苦手なんだけど。ああ文句言ってる場合か。さっさと片付けるぞ。あっ、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 極みクリスタルセレクトクリスタル、兄弟の力を一つに。魔導は極み、金色の宇宙。
丈夫？朝日、よかった。ジャイロは？私のジャイロがない。あれ、なんか大切なこと忘れてる気がすんだよな。なんだっけ。母さんから頼み事されてた。あ、ジャイロ、ミツルギの。ああ、おーい、母さん、よくやったね、カツミ、イサミ。え、今の戦い見てた？待てみ、えい。イサミ、どうした？母さん何したの？待てみ、えい。これはね、おもちゃじゃないの。そこまで迫ってきてるんだ。なんで俺たちがジャイロを取り上げられなきゃいけねえんだよ。母さんが見た未来の光景に関係があるっていうのか。俺たちが止めてみせる。そして全てを救ってやる。私の決意は揺るがない。次回ウルトラマンルーブ滅びのクリスタル、俺色に染め上げろルーブ。